楽天、納会中止、安楽以外に関与した人物がいる可能性が否定できないため。安楽智弘投手による若手選手へのパワハラ疑惑の発覚を受け、27日に宮城県内で予定されていた選手会の会が中止になったことが分かった。29日の投手会と捕手会、30日の野手会も相次いで取りやめになり、騒動の余波は広がり続けている。安楽は自宅待機中だが、他にもハラスメントに関与していた人物がいる可能性が完全に否定できない状況で、チーム関係者が多く集まる行事を開催することは不適切と判断したようだ。なんかいろいろアンケートで分かってきちゃったな。これ大騒動になる、嫌な予感しかしない。サンスポも安楽らって報じてたよな。今日のリークは真実だったんやね。選手 A、 あの人にもやられました。選手 B、 この人にもやられました。楽天、これ農会とかやってる場合じゃなくね。こんなとこか。あの蹴りたい背中動画はインパクト強すぎやもんなくさ。シーズン捨てて海を全部吐き出すしかないわな。石井監督の時に海を出しといてよ。立て直しも含めると5年じゃ効かんな。何にでも顔を突っ込むか書き豊かが珍しくノータッチや。昔は当たり前やったから言いにくいんやろな。変に隠そうとしても文春がすっぱないってパテに回ってまた叩かれるだけやぞ。さすがにタオの情報網ならほぼ確定やろ。安楽の登板数を見たらほぼ一軍にいそうだし、主力投手が全く気がつかなかったとは思えんしな。知っていたまたは合わせたまで含むととんでもない数になりそう。今年の野球の良かった出来事全部吹き飛ばしててくさ。せっかく野球の人口増えそうな大谷とかの明るい話題全部消し飛ばしててくさ。もし他にもいるなら安楽も自分だけ自由契約になるくらいなら絶対に道連れにするやろ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。